カンハレンスにて自身のデザインした著作を読むフォンス・ヒックマン。2016年、フォンス・マティアス・ヒックマンはドイツのグラフィックデザイナー、タイポグラファー、作家、ベルリン芸術大学教授、デュッセルドルフ専科大学で写真とコミュニケーションデザインをブッペルタールで美学とメディア理論を専攻。ベルリンに設立した自身のデザイン事務所、フォンズ・ヒックマン m では、 コミュニケーションデザイン、コーポレートデザイン、ブックデザイン、ポスターデザイン、雑誌及びウェブデザインの領域を中心とする。2001年にフォンズ・ヒックマン M23 は著名な、キール週間のコーポレートデザインコンペティションで受賞した。国際的なデザインビエンナーレにおいても多数、受賞経歴がある。2007年まで、ウィーン王用美術大学にて教鞭を取り、以降同年より、 ベルリン芸術大学コミュニケーションデザイン、学科グラフィックデザインクラスで教授に就く。それ以前には、エッセント・ドルトムントの大学で教えていた。タイプディレクターズ・クラブ・ニューヨーク、アギ、ADC ・アートディレクターズ・クラブ・オブ・ジャーマニー会員。ブレーマー・ハーフェンが際デザイン・ラボラトリーにて2006年から2012年の間、役員を務める。2012年より、 ドイツ連邦共和国デザイン賞審査委員。ドイツの他、デザイナーたちと共に提唱した活動、11デザイナー、フュア・ドイッチュランドは、大きなメディアの反響により、公共社会における、グラフィックデザインの意識を高め、ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップの、望ましくない公式ロゴの使用の際にを呼びかけた。自身のサッカーへの豊かな知見は2014年出版の、 ダスベステシュピールアレツアイテン、アイ・ミナティン・プロータコリ・アオス100ヤレンに極まっている。ヒックマンと自身のデザイン事務所は、世界初のグラフィックデザインのための美術館、グラフィックデザインミュージアムの開会の際に招聘された。グラフィックデザインのヨーロピアンチャンピオンシップ展は2008年6月11日に開催された。自身のデザイン事務所フォンズ・ヒックマン m は 以上の国際的なデザイン賞を得ている。受賞歴にゴールデンビーアワードモスクは、イフアワードゴールド、ADC アワードドイツヨーロッパアメリカ、レデイワードゴールド、ヨゼフ・ビンダーアワードゴールドシルバー・ブロンズ等。2012年にトリエンナーレ・トレナバよりマスター、SY、SI、アワードを受賞。写真、メディア理論から、サッカー、ポップカルチャーまで、多岐にわたる。 専門領域の出版制作に力を注いでいる。フォンスヒックマンの写真及び文章を内包する、出版物ドイツ連邦共和国内務省、ワールドカップのロゴ。ありがとうございます。